Hi guys, パサー。中学2年生でした。数学ですけどね、申し訳ない。今日はですね、まとめのテスト対策ということで、まとめのテストのための、出てくる問題をちょっと教えちゃおうっていう話です。次回ですね、まとめのテストでございます。なんと今日はですね、授業中に事件が起こりました。何の事件かと言いますと、小学校の授業中です。玄関ね、今ね、コロナで換気しまくり、緊張るね、開けっぱなしだったんですよ。そしたらなんとツバメがドーンと教室に入ってきちゃいまして、なんとツバメも驚いちゃった。教室どーっと盛り上がり、そして私の肩にうんちがピトーン。残念なことが起こったわけでございます。大爆笑だったんですけどね。はい、それでは気を取り直してって、俺だけなんですけどね、気を取り直してってほしくないんで、ちょっと行きたいと思います。 S ね、面積、 S、 三角形の面積を S とするわけですよね。そうするとどうなるかというと、底辺かける高さかける1/2、これが三角形の面積ですから、 S は底辺かける高さかける1/2。まとめますと、S は1/2AH という、まあ、とりあえずこんな式になりますよね。そしたら、この式にしたら、これを、H イコールで、ちょっと式を変形したいと。こんな流れになっています。そしたら、これね、入れ替えちゃうのがいいね。他に項がないので、一つ一つの項になってるから、入れ替えちゃった方が楽ちんだね。入れ替えちゃいます。1/2AH イコール S、 2倍しちゃいましょう、両辺ね。そうすると AH イコール 2S。 さあ、もうクライマックス、あとは H イコールにすればいい。掛け算だから割っちまえばいいでしょ。割るってことは分母にするりと入れちまえばいいわけですよねえ。 H イコール A/2S。 はい、出来上がり。バフ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 、簡単でしょ。次、台形もちょっとチャレンジしちゃおうじゃないかっていうことで、台形もチャレンジしてみたいと思います。これはね、A イコールに しろという指令が出てますが、面積 S は、はい、上底足す下底かける高さかける1/2でしたよね。ですので、きれいに整理すると、1/2かつこ A プラス BH という形になる。まあ、これもね、入れ替えですよ。一つの項、一つの項になってるから入れ替えちゃうよね。入れ替えちゃいまーす。1/2かつこ A プラス B かっことしの H イコール S。まずさっきと同じように2倍をしてしまおう。2倍をすることによって A プラス BH イコール 2S と、こんな形になります。そしたらね、どうするかって言ったら H で割ってしまうのね。かっこがあるものは、カッコを開けたらいけませんよ。とにかく開けずに、とにかく処理をしていこう。H で割ってしまって、A プラス B イコール1/2S。あとは B ちゃんをね、移行しちゃえばいい。移行していこう。ね。A イコール1/2S マイナス B ちゃん。おしまい。ね。難しくないよね。はい、難しくないと捉えて、こんな形でやっていきます。まず入れ替えが、ここはね、ポイントでありました。そして2をかける、カッコは開けない、ポイント。では最後の問題です。もう今日3つしかありませんね。4の倍数より1大きい数と、4の倍数より3大きい数ね、これを足したら4の倍数になるでしょう。これね、説明したよ、こういうことです。なので文字を作らなければいけないね、文字の式でね。ではですね、 M と N でいいかな。 M、N を整数とするとといきます。整数とすると、4の倍数より1大きい数、4の倍数より、あ、これね、出そうと思ってますね、4の倍数より、あなただけに教えます。1、大きい数、大きい数は 4m プラス1、これだよね、だよね。4の倍数足す1で1大きい、ね、もう一つ、4の倍数
4の倍数より3大きい数、大きい数は今度はちょっとね違う文字の N を使いますよ。 4N プラス3でかいと表すことができますよね。表すことができるとしたら足してあげてください。それらの和は、それらの和は、和っていうのは足した答えね、4m プラス1と 4m プラス3を足してあげる。まあこれ多項式なんで括弧をつけてね、括弧をつけるとこういうことだよね。はい、そしたら括弧を開けちゃっていいよ。 4m プラス 4n1 足す3で4だね。そして4でくくれば4の倍数、イエウ !4n プラス n プラス1、これ4の倍数になりました。それをちゃんと説明してあげます。これが整数だから4の倍数だよ。m プラス n プラス1は整数だから、整数だから 4m プラス n プラス1は4の倍数だよ。さあいよいよクライマックス、クライマックス、4の倍数であるとね。ちょっと書ききれなかったんでこちらちょっとお借りします。で、あとはね書いてある通りね、それをちょっと書いてあげるからちょっと長っちいのよね。したがってこれこれはこれになるっていう、ここまで書きます。したがって4の倍数より1大きい数と4の倍数より3大きい数ね、大きい数のの和は4の倍数になるになる、こんな感じ。さあテスト出すよこれね。ぜひ長いけど書いたっていう達成感がありますよね。それであなたはできたよっていう気持ちになってください。合ってることで達成感があります、できた感があります、成績が伸びます。ではまた。